セシル・コルベルは、フランス、ブルターニュ出身の女性シンガー・ソングライター、ハープ奏者である。スタジオジブリ作品、カリグラシのアリエッティの主題歌制作に携わったことで、知られ、その公開初日には、メイン劇場の東方シネマズスカラザで行われた初日、舞台挨拶に出演し、サプライズとして、ハープで、主題歌を披露した。 フランスクロアで出生。まずギターを習い、ギリシャのハープ奏者、エリサ・ベリアのコンサートで、ケルティック・ハープと出会った。18歳でバカロレアを取得し、パリに移り住んだ。その後、エコール・デュルーブルを卒業し、考古学の博士号を取得した。パブと路上ライブを行い、2002年に初の公式コンサートを開催した。2009年4月に、 私はずっと昔からジブリ映画の大ファンで、私の音楽のすべてはジブリ映画から大きな影響を受けていますという手紙と自身の CD をジブリに送付したのがきっかけで、2010年、スタジオジブリ作品、仮暮らしのアリエッティの主題歌を担当した。2010年8月7日、ロックインジャパンフェスティバルに出演した。2018年7月6日、 元 AKB48 の演歌歌手である、岩佐美咲と、ジャパンエキスポで共演した。2019年5月、ブルーノート東京でライブを行った。ロナン・ゴージャード、ラフェブレテン・ポンポーズ・ポアール・シネマ・ニッポン・アーカイブド2011年1月13日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ウエスト、フランス、サーズデー。 The 15th of April 2010 ACCESSEDONWWW.OUEST-FRANCE.FR FR Friday The 16th of April 2010ジブリ最新作の主題歌に、初の外国人歌手アーカイブド2012年9月28日。At the Wayback Machine アサヒ新聞、エイプリルエース2010、ACCESSEDONWWW.ASAHI.COM エイプリル122010、セシュル・コーブル、スターリー、アイド・スターレット。ワッツオン、ブルターニュ、CRT ・ブルターニュ、2014年9月24日、閲覧。鈴木敏夫のジブリア・セマミレ、2010年4月11日、セシル・コルベルさんが、 レンガ屋に、よりヤマハ公式サイトニュース、日本の野外フェスに、セシル・コルベルが初出演。ジブリとのコラボレーション企画も、2010年8月5日、岩佐美咲が憧れセシルとコラボ、本当に楽しかった。nikkansports.com、日刊スポーツ、2020年2月26日閲覧。 バカボンゆるボッサカバーでおなじみフランス人歌手のクレモンティーヌとジブリ作品カリグラシのアリエティを歌うセシル・コルベルライブ決定バリュープレス株式会社バリュープレス2020年2月26日閲覧ありがとうございます